2020年開催予定だった東京オリンピックは新型コロナの影響で1年延期の2021年開催となった。今年2021年は長野オリンピックも開催されると聞き、オリンピック会場を訪ねてみることにした。お、長野のリンゴのような色の電車がやってきました。ここは東端式ホームでおなじみの上野駅の在来線乗り場です。電車を見るとどうでしょうか。行き先に長野って書いてあります。準急で時間はかかりそうですが、とりあえず長野に行けそうです。オリンピック開催に合わせて駅前は整備され、きれいな駅ビルも建つようになった長野駅前。自然の豊かなところですね。都会の喧騒から離れた自然豊かな山の中です。この山の中でオリンピックが開かれるのでしょうか。川吹民家がありました。こちらが選手村です。ちょっと中に入らせてもらいましょう。ま、上がってってゆっくりしていきなよ。では上がります。日本のオリンピックだけに選手村も和風バージョンがあります。私も和風バージョンで取材をいたしました。選手団が乗っているバスがやってきました。1998年の長野オリンピックでは、この水をすべて凍らせて競技を行っておりました。今回私が参加する種目は、オリンピックの新競技ウォークです。スタート地点へこちらと来ましたのでやってまいりました。少し時間があるようなので覗いてみましょう。これがコース全体図です。コースを見てみましょう。
ここから他の選手が出てくるはずなのですが、全く見当たりません。スタート地点はこちらの看板の前と聞いておりましたが、見当たりませんね。その自分の出身の民族っぽい格好で出ても良いというので、この格好で来ました。準備体操です。風の影響は、順位には関係はありませんが、くれぐれも浮上負けにはご注意ください。選手は私以外誰一人見かけませんが、定時になりましたのでスタートしました。スタートして早速何やら見えてきました。これはチェックポイントでしょうか。おっと、ここを見ていると自転車という表示があります。これはトライアスロン、ここを通るのでしょうか。奥河内湖畔の森と書いてありました。ここは長野のはずです。おかしい。これは1998年長野オリンピックの時のモニュメントでしょうか。コースの途中に神社がありました。オリンピックといえども神様、仏様です。神社を後にして進むと、何やら見えてまいりました。前のオリンピックではこの坂を使ってスキーのジャンプを繰り広げていたのでしょうか。先ほどのスキーのジャンプの跡地が気になりますが、ひとまず進むことにしましょう。ひょっとして遅刻してきた選手が私の後を追いかけてくるかもしれません。このコース、すぐ横に大きな池があります。1998年のオリンピックの時はこの池を全部凍らせていたと言われています。どれだけ凍らせたら良いものか、当時の技術に驚かされます。
コースの途中に QR コードがありました。これで位置を確認するのでしょうか？昭和54年3月竣工、相当早くからこの道はできていたようです。ひょっとして札幌オリンピックの後、すぐにオリンピック会場としてここを作ったのかもしれません。知らんけど。コースはヘアピンカーブが続きます。この種目、ウォークだから、このカーブは楽に通れますが、それ以外の種目では結構きついんではないでしょうか？ここでトライアスロンの自転車に抜かれてしまいました。この長野オリンピック2021は私以外にも参加者はいたようです。制限時間内に関門を突破したので、この扉は開いたままでした。ここにも柵のようなものがあります。こちらへ行くとどこへ行くのでしょうか？
この橋まで来るとコースは残りあと半分です。残り半分でのコースでは水は峰に見えます。おっとー、これはトライアスロンの自転車にまたまた抜かれてしまいました。しかし私はこのウォークという新種目で同じ種目の選手にまだ一度も抜かれておりません。果たしてどうなっているんでしょうか。モータースポーツも同じコースを使っているようです。ここは救護所でしょうか、それとも大会本部事務所でしょうか。長野オリンピック2021の報道ヘリが飛んでいます。地点が見えました。暑いので少しこちらで休んでいきましょう。なぜかベンチもありました。暑いからといってバタバタしたら浮上負けにはご注意ください。では休憩も終えたので再び再開です。暑いですが頑張っていきましょう。Thank you.
もう皆さんお分かりだと思いますが、ここは長野は長野でも河内長野、山の向こう側は和歌山県です。いつもまっすぐ歩いて